記者会見を始めます。令和6年の年頭にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。はじめに1月1日午後4時10分最大震度7の能登半島地震が発生をいたしました。石川県を中心に甚大な被害となったところであります。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。いつ発生するかわからない自然災害に対し、普段からの備えの重要性を改めて強く認識をしたところであります。具体的にはライフラインとして重要な上下水道施設の強化や非常用発電や暖房機器、そして備蓄用食品の確保など災害時の対応を再認識する必要性を強く感じるところであります。さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、市内に活気が戻ってまいりました。また立橋の針橋が開通し、利便性と安全性が確保されております。そして市が前に進んだ都市でもあったと考えています。新工業団地が完売をいたし、認定こども園再編につきまして建築工事に着手をいたしました。さらにはユーフレイスだってお手の里を着てみながオープンをいたし、また令和2年に着手をしました伊達小学校改築工事が完了するなど、産業、子育て、教育、観光、交流など各分野で新しい伊達市の基盤づくりが着実に進んだ年でもありました。令和6年は第三次総合計画の将来像である人と緑と歴史が結び合う光り輝く田園空間伊達市を目指し、安全安心、健康福祉、教育文化、産業振興など基本目標として掲げた6つのまちづくりを着実に進めてまいります。また自分の色で輝ける個性輝く町を目指し、男女共同参画の促進や多様性が尊重され認め合える町づくりを進めてまいります。といたしましては、これら町づくりを進めるため職員一人一人がさらに主体性を持ち、市民の幸せのため仕事に取り組んでまいることをお約束をし、年頭の挨拶といたします。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。それでは記者会見の項目に従いまして説明を申し上げます。まず小原大泉球場のネーミングライツパートナーを募集をいたします。伊達市では市が所有する施設に対する命名権を付与することにより市民サービスの向上と新たな自主財源の確保を図ることを目的としまして、小原総合公園、小原大泉球場のネーミングライツパートナーを募集をいたします。対象施設は小原大泉球場であります。希望契約価格が年額50万円以上としております。希望契約期間でございますが、令和6年7月1日から令和9年3月31日までの3年間といたします。応募資格は法人その他団体でございます。募集期間、今年の1月9日から1月の31日までといたします。選定方法ですが、選定委員会によりまして応募書類等をもとに優先交渉権を決定をし、その後優先交渉者と協議の上契約を締結をしていきたいと思っております。続きまして
第62回伊達桃の里マラソン大会の開催時期を変更いたします。毎年全国のランナーが集まります伊達桃の里マラソン大会を熱中症対策のため開催時期を9月から4月に変更しまして、桃の花が咲く時期に季節に実施をしたいと考えております。伊達市の市街地、住宅地、のどかな田園、果樹園など景色の変化をお楽しみいただけるコースとなっております。マラソンを通しまして参加者相互の親睦と交流を深め、観光や特産品を通じ伊達市の PR と活性化を目指してまいります。開催日時ですが令和6年4月14日でございます。9時スタートとしております。場所は今までと同じく三保原中央交流館をスタートゴールとして開催をいたします。募集人数ですが10キロの部として高校生以上の男女を3000名とします。それから1キロ親子コースとしまして、小学校1年生以下の親子で、これは定員を定めてございます。募集期間ですが令和5年12月18日すでに募集は始まっております。締め切りが令和6年2月18日といたしております。定員になり次第締め切り出させていただきます。その他でございますが、ゲストランナーについては現在未定でございますが交渉していきます。そして参加賞としまして、桃またはオリジナル T シャツを準備をいたします。時期が変更になりましたが、多くの皆さんに今まで通りご参加をいただきたいと考えております。続きまして、スマート窓口の新たな取り組みについてお話をいたします。伊達市では窓口の手続きにデジタル技術を活用し、開かない窓口、行かない窓口をはじめとする利用者にとって簡単で便利なサービスを提供する新しい窓口、スマート窓口の取り組みを進めているところであります。この度本庁舎におきまして新たなスマート窓口の取り組みをスタートいたします。新たな取り組みといたしましては、その取り組みの内容についてその下でご説明いたしますが、まず取り組み機器、窓口機器の設置といたしまして、1、申請書自動記入システムの設置でございます。申請書の記載ミスや記入時間などを減らし負担を軽減をしてまいります。開始時期が1月の15日からで、内容といたしましては、マイナンバーカードを機械に機器にかざすだけで氏名、住所、生年月日、性別等が記載された申請書が印刷をされる自動記入システムを設置をしてまいります。そして2つ目の窓口機器の設置といたしましては、キャッシュレス決済の導入であります。決済時間の短縮等による利便性の向上を図ってまいります。これにつきましても1月15日から開始をいたします。内容といたしましては、住民票や税証明書等の証明書交付手数料のお支払いに、今まで現金でございましたが、現金に加えクレジットカードや電子マネー決済、そして QR コード決済等のキャッシュレス決済がご利用いただけるようになります。そして3つ目でございます。手続きガイドの項目の追加でございます。これはですね、さまざまな手続きに関する不安や疑問を解消してまいります。開始時期はすでにもう開始をしております。昨年12月18日から開始をしております。内容でございますが、自宅のパソコンやスマホから手続きガイドのページにアクセスをし、簡単な質問に答えていただくことで必要書類や自分が受けられるサービス、手続き窓口を確認をできます。今までですね、お悔やみコーナーということで、お悔やみ手続きを手続きガイドで、ご紹介しておりましたが、
それに加えまして、転入手続き、それから障害者手帳で受けられるサービスのガイドが使えるようになります。続きまして、オンライン申請の追加でございます。これはいつでもどこでも申請できる行かない窓口を目指しております。開始日が昨日1月4日から始まっております。スマホとマイナンバーカード、そしてクレジットカードを決済によりまして、いつでもどこでも各種証明書の交付申請ができるオンライン申請への対応手続きを拡充いたしました。1月4日から今まで進めておりました住民票やそれから戸籍の付票、そういったものに加えまして、税証明、それから印鑑証明、印鑑登録証明を追加をしたところでございます。申請後、証明書は後日郵送でご自宅にお届けをするということになっております。主といたしましては、このスマート窓口を市民の皆様にご利用いただきまして、書かない、行かない、そういった窓口を進めてまいりたいと、そして、市民の利便性を張ってまいりたいと考えております。続きまして、伊達市総合型観光ガイドブックを作成をいたしました。伊達市の観光資源、そして観光情報などの魅力を広く発信をし、観光誘客交流人口の増加につなげるため、旅行者目線を取り入れ、現在使用しております観光パンフレットを集約した伊達市総合型観光ガイドブックを作成をいたしました。本観光ガイドブックを活用していただきまして、本市の魅力を全国に PR をしていきたいというふうに思っております。内容の概要ですが、現在使用して活用しております伊達800年物語や、霊山今昔物語などの複数の観光パンフレットがございますが、それを集約をし、旅行者目線を取り入れつつ、一冊で、本市の観光資源や特産物品、歴史、グルメ、体験などの情報を掲載した総合型の観光ガイドブックを作成をしたところでございます。作成発行部数が8万部であります。皆さんのところにお配りをしております。このような形で、作成をしたところでございます。配布先でございますが、市内の公共施設や観光拠点、そして、県内の観光拠点及び各種物産展において無料で配布をいたします。配布の開始ですが、1月より本日の記者会見を配布をしてまいりたいと考えております。このガイドブックの特徴でございますが、まずはそのファミリー層をターゲットにしております。車で移動する子育てファミリー世代、特に女性や母親をターゲットとして分かりやすく見やすく伝えるため、インスタグラム調の表紙や写真を多く掲載をしております。また市内の食事、カフェ、スイーツなどを堪能できる店舗やおすすめ観光モデルコース、そして体験できるコンテンツを紹介をしております。この作成にあたりましては、地域活性化企業人の制度を活用いたしまして、株式会社日本旅行から来ていただいておりますました。その企業人の方の視点を参考にしまして、より旅行者目線での必要とする情報を取り入れてまいりました。この観光ガイドブックを活用いただきまして、多くの皆さんが伊達市に訪れていただき、伊達市の魅力を堪能していただきたいと考えております。はい、続きまして、所得税確定申告e-tax の研修会を開催いたします。確定申告における市民の利便性向上を目指す目的としまして、所得税確定申告 e-tax 研修会を伊達市で初めて開催をいたします。
研修会ではスマートフォンとマイナンバーカードを利用した操作方法について学ぶことができます。また実際に操作支援を受けながら e-tax での確定申告をその場で行うことも可能となりますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。日時が1月の23日午前の部と午後の部と開催いたします。場所は本庁舎の1階大会議室シルクホールで、講師といたしまして福島税務署の職員の方に来ていただくこととしております。費用は無料でございます。対象としましては伊達市に住所を有する方、持ち物としましてスマートフォン、それからマイナンバーカード等々をご持参いただきたい。また確定申告に必要となる書類資料等もご持参いただければ、その場で申告も可能となります。定員は午前の部20名、午後の部20名、計40名としております。申し込みは1月の9日から伊達市のウェブサイトまたは電話にて予約を受け付けをいたします。多くの皆さんにご参加いただきまして、委託しての申告をお願いいたしたいと思います。続きまして伊達小学校校舎改築工事が竣工いたしております。これによりまして3学期から新しい校舎での学校生活が始まります。老朽化により改築工事を進めておりました伊達小学校につきまして、校舎等及び講堂等の工事が昨年12月に竣工を迎えまして、今まで仮設校舎で学んでいた児童たちは3学期から新しい校舎で学校生活を送れるようになります。また6年生につきましては新校舎での卒業式を迎えることができるということになります。総事業費面積については記載の通りでございます。この伊達小学校のコンセプトでありますが、まずは地区公園のような小学校を目指して改築を進めてまいりました。周辺住宅の密度を緩和するような地区公園のような学校づくりを進めてまいりました。そして2つ目としまして、地域と共生する学校としまして、公園に立つ学校、講堂、アリーナ、児童クラブ館としてソフトハードともに地域とつながる学習環境の創出を図ってまいったところであります。それから屋外空間を創出するために、西門および北門から昇降口までのスロープスクールプロムナードを整備をしたところであります。この伊達小学校につきましてはですね、伊達市の誇りと特徴を継承するとしまして、伊達小学校吹奏楽部非常に頑張っておりますので、吹奏楽部の活動を支援する音楽室と講堂を整備をいたしました。また学校の中心に児童が気軽に立ち寄れ利用しやすい図書館を整備をしたところでございます。この新しい伊達小学校で子どもたちがのびのびと学習そして運動ができるようにしっかり主として支援をしてまいりたいと考えております。続きまして、災害時における物資供給に関する協定を締結をいたします。伊達市内において地震、風水害、その他の災害が発生し、また災害が発生する恐れがある場合に、非常食の供給について協定を締結することで、早急な救援活動を行うため、市内に本社を置きます株式会社松本製菓と物資供給に関する協定を締結をいたします。締結日ですが、1月の24日でございます。場所については記載の通りであります。供給される物資でございますが、まずはアルファ米のおこわ3種類、わかめ、五目、そしてカレーでございます。そして2つ目としまして、手羽先、玄米リゾット3種類、としてトマト、和風、そしてカレー味でございます。
この松本製菓さんではですね、常時10万食を備蓄をしておりまして、有事の際に優先的に伊達市に提供していただけるということになっております。災害、これは起きないことを願っておりますが、いざ災害になったときに、そうした物資の供給というのは非常に重要でございますので、今回松本製菓さんの提供に対しまして心から御礼を申し上げますとともに、しっかり災害の場合には活用させていただきたいと考えております。以上、私からの説明を終わらせていただきます。それでは質問のあるご同士の方は挙手をお願いいたします。あと質問に行きます。はい。ネーミング、小原からオリンピックのネーミングライツパートナーの収入会社ですが、はい、こちら何年かありまして、まず、聞き逃したらすみません、応募資格はこの法人その他団体というのが、まあ、市内外含めて、県内という含めてなのかということと、あと、現在のこの総理フュージョンの、まあ、年間の利用状況、大会とか、まあ、そういったものがどの程度こう魅力がある大会が開かれているのかというのがちょっと分かれば教えていただきたいんですが、はい。それでは応募資格でございますが、法人その他団体としまして、市内外または県内外ということで、まあ、全国として応募いただければと思っております。それから年間利用については、都市セミナー作家の高橋と申します。年間の大会でございますけれども、今手元に詳細の資料持ち合わせはございませんので正確な数字ではございませんけれども、例えば中学校の中大連の大会だったりとかですね、から高校野球の春の大会、それから甲子園大会の予選等についても当屋外球場で行われてございます。それ以外にも各種その大会に運用されているというような状況でございます。見てなきゃ、すみません、その後でいいので、その高校野球だとその公式戦も対応できるのか、すみません、ちょっと不勉強だったので、後でいいので教えていいですか。はい、すみません、ありがとうございます。お願いいたします。福島民営新聞の高橋です。よろしくお願いします。スマート窓口の取り組みについて質問させていただきたいんですけれども、確か去年の10月から住民票とかのオンライン申請を先行して行っていたかと思うんですけれども、実績はどの程度あったかとかは教えていただけますか。はい、それでは担当の部長からお話します。オンライン申請の実績ですけども、まあ、10月から3ヶ月間やりまして全体で、20件の申請なんです。今までの、まあ、郵便請求の代わりになりますので、私来れない方とか知らない方の請求になりますので、オンライン申請で住民票とか戸籍取得された方は20件ほどございました。ありがとうございます。課題だとか、あとマイナンバーの普及率なんかも分かれば教えていただきたいんですけれども、ちょっと普及率はちょっと例えば全部に数字持っていけなくなったので後で。はい、分かりました。ありがとうございます。他福島民放です。伊達市です。伊達小学校の改築工事ですが、まず、まあ、辺りの人口がかなり世帯数とか増えていると思うので、はい、今現在の児童数だとか世界産でいいので分かれば教えていただきたいのと、あとこの括弧3の丸2の地域と共生する学校づくりがあるんですが、この辺は地域と共生するというのはどういったことをイメージされているのかな、まあ、行動だとかリーダーだとか情報だとかいろいろあると思うので、具体的には地域の人たちとどういったことをこう事業展開していくのかというのがちょっと見学としてあれば教えていただきたいと思います。はい、それでは、お電話
じゃあ学校教育課長。学校教育課長の辺と申します。児童数でございますが、全学年合わせまして現在533名でございます。じゃあ、地域と共生する学校づくりということで、スクールコミュニティを今回そこで実施をいたします。で、地域の皆さんにですね、学校で子どもたちに、地域の文化だとか、それから地域の特徴とか、そういったものをその中で教えていただくという、そういった取り組みを進めてまいりたいと考えております。はい、他にございませんでしょうか。はい、それでは今回の記者会見の内容以外の質問がございましたらお受けしたいと思います。質問がある方は挙手をお願いいたします。はい、お願いします。秘書坊さんの方には事前にというか、さっき近藤で省吾が話された伊達半島地震の関係で、具体的にはこれからだと思うんですけども、伊達市としての、支援みたいな、具体的に何か今後その職員の派遣だとか、どうしたもの、届け方とか、そんなことの何か具体的な構想、計画というのがあればですね。今回の地震の支援ですね。伊達市ではですね、大規模災害時応援協定というのも締結をいたしております。今回の地震で対象となりますのは、新潟県の見附市と三条市が、そういった協定を結んでいるところでございまして、そこにつきましてはすぐに確認をさせていただいて、被害の状況、被害は出ておりますが、現在のところ市、その相手方の市の中で対応できるというお話がございましたので、まだただ被害の状況についてまだ確定していないということですので、今後被害が大きくあるということでありましたらば、こちらから支援をしていきたいというふうに考えております。現在のところは支援の要請は出てきていないというところであります。また石川県につきましては、これは国や県のスキームの中で支援要請があるのかなというふうに考えておりますので、支援要請があった場合には市としましてもしっかり支援をしていきたいというふうに考えております。後ほどで言うと、新潟の締結している市町村名とか、分かれば教えてください。はい、分かりました。ありがとうございました。ございませんでしょうか。はい、それでは内容でございますので、これをもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。